バクルシドキはイラクの軍人。オスマン帝国地下のキルクークで生まれたシドキは、この時代のオスマン地下にある多くの野心的な青年の例に漏れず、オスマン軍に加わる。すでにアラブ独立運動の機運は盛り上がりつつあったが、シドキは人格形成期のほとんどをオスマン軍で過ごすことになる。イラクは第一次世界大戦後、イギリスの委任統治を経て、 独立を果たしたものの、1930年代には、核部族の反乱が相次ぎ、それらの鎮圧で頭角を表したしどきは、イラク国を腐敗さる一世によって、イラクの北部地域の司令官に任命された。当時、イラク北部地域に住むアッシリア人たちが、イラク国内での自治権を求め国際連盟に、直訴するも失敗に終わり、力族でもイラク国内に、 アッシリア人自治区を打ち立てるべきだという主張が力を得ていた。1933年、アッシリア人の指導者はバグダードに出向き、イラク政府と協議したが物別れに終わり、指導者はその場で拘束されてしまう。そんな中、イラク国内での前途に不安を抱いたアッシリア人たちは武装難民としてシリアに向かった。当然シリアを統治していたフランスがこれを見逃すはずも、 なく、武装難民たちは、イラク側に追い返されるが、武装解除に赴いたイラク軍とアッシリア人たちとの戦闘に発展してしまう。この事件に、イラク世論は大きな衝撃を受け、アッシリア人のイラク国内でのコミュニティの規模は大きいとは言えなかったにもかかわらず、アッシリア人こそが、イラクの国家統一の障害とみなされるようになる。アッシリア人は、 キリスト教徒で、しかもと、イギリス統治時代、イラク人部隊に採用されるものが多く、独立後も、英軍基地の警護に当たるものが多かったことから、この事件の背後には、イラク北部での勢力拡大を狙うイギリスがいるという、事実に反する風説が流れたという。どきには反乱鎮圧の前傾が与えられ、1933年8月に、イラク軍は、アッシリア人と対立していた。 クルド人と連携して、アッシリア人を虐殺。クルド人部族は数十のアッシリア人集落に略奪、暴行を働いている。反乱鎮圧の、功績によりしどきは昇進。その後ユーフラテスカは中流域のシーア派部族の反乱鎮圧にも尽力。結成されたばかりのイラク空軍まで投入した結果、反乱は鎮定され国内の諸部族と、イラク政府の力の差を見せつけた。 こうして、イラク政府は強権化、ヤーシーン・アルハー首相の独裁体制が固まるにつれ、反乱鎮圧の大功労者であるはずのシドキも、政府の中枢から排除されていく。シドキはこのことに不満を抱き、また、自分の昇進が遅れているのは、ハーシミー首相の弟であるターハー・アルハー参謀総長の差し金で、あると歳儀を募らせつつあった。こうしてシドキは、 ハーシミー政権の打倒を目指すヒクマとスライマーンらのグループに近づくことになる。1936年10月、ハーシミー首相はシドキを参謀総長代理に指名、トルコ訪問に旅立った。10月29日、シドキはスライマーンらと共謀の上、国家改革軍という名目で配下の部隊にバグダードに進軍するよう命じた。ガージー国王はこのクーデターを承認。 スライマーンに組閣を命じた。ハーシュミー内閣の国防相だったジャーファル・アル・アスカリーはクーデターに対する国王の承認取り消しを画策したもののシドキの命により殺害された。この結果シドキはアスカリーの息がかかっていた多数の将校の噴撃を買った。こうしてイラク政府の実験は内閣ではなく軍に移ったものの 軍内部の反アラブ主義者の証校から見ればシドキは単なる常実主義者と映っており、シドキに対する不満が高まりつつあった。1937年8月、シドキはトルコ訪問の途中立ち寄ったモースルの空港で暗殺される。ありがとうございます。